ちは、画面がね赤くなったんで何事かと思うかもしれないんですけど、赤はねちょっと上級編ですね。鶏先生、上級講座なんかやって大丈夫なんでしょうか。今日はですね、自由地では見られない五角形からのあれこれを紹介しますっていう風に言ってますね。まあ、つまりですね、私まだね五目クエストの弱小アカレートで、そのアカレートの人たちのための講座なんかはできっこありません。ただし、五目クエストではね、自由地って言って、黒さんが大抵は有利な形を、ちょっとハンデがある形をやってるんですけれども、競技会、大会とかですと、黒白五角形で、戦えるように、ルールを工夫しています。で、赤のね、上級編では、その五角形の出てくる、局面だとか、そういうところから、なるほどって思ったことがあったら紹介したいなと思いますので、ちょっと難易度が高いというよりかは普段あんまり見ない形ですよっていう感じなので、初心者とかね、中級者の方もぜひぜひご覧になってください。はい、ちょっと前置き長くなっちゃったんだけど、今日はですね、この形をやりたいと思います。はい、蘇生ですね。蘇生で、反対にこう、連を止める形。中を割るのがね、結構一般的な五目絵のあれですけど、はい、これですね。で、競技会では、例えばこうやったりだとか、こうやったりだとか、こうやったりだとか、いっぱい強いところを、5手目のね、候補手を挙げて、ね、そのうちの一つをね、白さんに選んでもらいます。で、白さんは一番弱いところとか、五角形に近いところを選ぶんですけれども、はい。競技会ではね、こんなところが選ばれたりします。ね、これね、残月からも合流、この時点でね、合流するの分かりますか？まあ、あんまりどうでもいいっちゃどうでもいい情報なんですけど、はい、蘇生残月共通形です。はい。で、これに対して白は、はい。こんな手をやったりします。まあ、意味はですね、序盤っていうのは、連を止める手が一般的なんですけど、この6っていう手は、この3を引かれた時のね、なんかこういう連打、こういう連打をあらかじめね、ここで止める意味があって多分打ってんだと思います。もう一つは釘折れの形で、白が攻め合っても強い形ですよね。はい、これに対してはどうしたらいいでしょうか。ちょっと考えてみてください。黒の連は一つしか現状ないので、白は2個ありますよね。なので、普通はね、連を止めつつ、連を増やすなんて、こういう手がね、パッと思いつくと思います。2個連を同時に作るし、かなり強そうですよね。で、例えば、こうやったりすると飛び3で当てて先手を取ることができますね。何か受けたらもうどんどん引いてって、きっと詰みでしょうこれは。ところが、はい、この7に対してはですね、白はね、なんと詰みがあるんです。はい、この世の終わりでした。はい、飛び3します。これ見えづらいですよ。はい、そして、また飛び散します。ちょっと連続飛び散はね、あまりにも見えづらい。はい。なんと、三三金になってしまうんですね。嘘でしょ？嘘でしょ？っていうことで。じゃあ、ね、この7ダメなんだ。ね、
そうなると例えば、はいね、こんな手が考えられますか。レーンを作って流れを、しかしこれもなんと詰んじゃうんですね。ちょっとやってみますか。できるかな。こうやってどんどん引いていきましょうね。引いた方に止めるかな。うん、どうやって詰むのかなちょっとわかんない、ちょっとわかんないな。なんかね、詰むはず。なんだろう、こんな感じかな。あ、ちょっとね、さっきね、あのエンブレオくんっていうソフトにかけたら、これもう詰みですよって言われたんで、あの自分で考えてください、赤レートの人はい、あとこれですね、これも詰みらしいですよ。これはね、相当こんなのわかるかよっていう詰み手順だったんです。さっきのこれはね、意外と考えたらわかると思います。これはまず持って、まあ詰まさなくてもね、レーン、自分が作ったレーンと全く逆方向に行ってるようでは序盤ちょっとおかしいですよね。受けに回ってるようでは白にどんどん攻められてしまいます。はい、なんか適当にね、もう何でもいいんですけど、こう手番を渡す一方なので、これはちょっと勝ちではないですね。さあ、じゃあ実はこの局面、はい、レーンを2個同時に作られたにもかかわらず、レーンを止めてる場合じゃないんです。どうしたらいいんでしょう。はい、ここまでがね、前振りだったんです、実ははい、これどうやればいいですか。ちょっと考えてみてください。はい、まあ一つは攻め合いなんですけど、こう攻め合ったところ、なんか攻め合ったところで、おそらくこっちの方が早いですね。あ、そうでもないかな。ん？また企画倒れか？いや、なんかあるんでしょ。なんかある。なんかある。はい。まあ、ヒントは攻め合いじゃなくて、受ける手です。はい。しかも、この2と6、ね、斜めのレーンを受ける手です。これですね。これを受けてください。さっきね、これもダメだし、これダメだ、三三金だったよって言ったのに、どうやって受けるのって思うじゃないですか。もう一つね、受けにはいい手があるんですね。じゃあ答え言いましょう。はい、ここです。はい。どういうことかというと、レーンを作りました、3と7で。なので白が3を作ったら3で取り返して打てることができると、先手を取って当てると言います。3とか4で先手を取って受けんとね、同時に取り返すことを当てると言いますね。もしなんか受けたら、今度はどんどん自分の手番なので攻めが継続できます。またこっち側に引くのも、はい、当てることができますよ ね。かつこの4と6の連を透かし止めって言って、片側ちょっと伸ばしにくくしてますよね。はい、間接的に受けてます。というわけで、定石ではね、一旦こう引いて白がこう受けて、はい、ね、先手を取って受けられるので、はい、上も下も両方受けて安全な形にすることができて、これでね、長い長い戦いになります。なかなか出てこない手筋なんですけれども、こういう当てて受けるっていうことをね、覚えるとすごくね、受けの幅が広がるので、今日はちらっとご紹介してみました。はい、こっからね、こっからですよね、こっからね、
互角系ですごいね難しい戦いになります。はい、この後の変化は自分で考えてください。はい、私にも分かりません。ということでね、今日はねこれで終わりたいと思います。